こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日はですね、一つのグラニースクエアの編み方から、こういった今ちょっとまだ試作の段階なんですけども、編みながら完成させてる感じですね。こちらのね、モチーフ一つから、今流行りのニットビスチェ、ニットビスチェっていうのかな、ニットベストなのかみたいなのがよく売られてるんですけど、ちょっとグラニースクエアをつなげてできないかなということで、今ね試作をしています。まず今日やるのはこの1枚のモチーフと、もう1段増やした、1,2,3,4,5 段編んでます。肩の部分、こっちの下の部分の腰回りは4段で、1,2,3,4 段のグラニースクエアを使っています。で、今ちょうどつないだところで、あと縁編みをどうするかみたいなのを考えてるんですが、後ろはね、このリボンで結ぶっていうか、紐で結ぶタイプにしようと思っているので、開いています。ちょっと最近このね、トルソーを購入してね、ちょっとテンション上げ上げなんですけども、いつもね、試着をね娘にしてもらうとなると、いない時が多いので、合わせたいなって思った時にやっぱりトルソーって便利ですよね。はい、すべて七色彩色を使っています。七色彩色の中細です。まず白ね、これが多分たくさんいるので、色番31番、アクリル 85%、 ウール 15% の 30g 巻きの 111m です。はい、ジャンコードはこちら、そして同じですね、色番が37番のジャンコードはこちら。はい、同じく色番が、35番ジャンコードはこちらです。はい、では1枚のモチーフから編んでいきたいと思います。まず中心は白、グレー、ブルーグレー、白というように1,2,3,4 段編んでいきます。はい、ではやっていきます。はい、指に2回糸を巻いて5号針で編んでいきます。まず一度ね、糸をここでキュッと引き締めて、立ち上がりの鎖3目を編みます。 1,2,3、 この3目は毎段長編みの1目と数えますので、覚えておいてください。で、かけて入れて糸を引き出して、このかかっているループを2個ずつ抜きます。これが長編みです。もう一度かけて入れて持ってきて2個ずつ抜きます。これで長編みが3目分できました。で、角にはいつも鎖3目、そしてまた長編みを3目編みます。3で、また鎖3、はい、鎖3、あらら、3で、もう一度かけて入れて持ってきて、で、あと鎖3個です。こんな感じ、ここの長編み3目の塊が4つできて、角に鎖3目が4つ入ります。ここですね。はい、そしたら、糸端を引っ張って動いた輪を引き締めます。ちょっとやりにくいけど、よいしょ
と引いて、で最初の長細編みじゃないよ、鎖の 1,2,3 目目に引き抜きます。はい、これで1段目の完成です。1回ずつ糸を切ります。糸処理できる10センチぐらい残してカットします。で一度ね、こうくぐらせておきます。次2段目グレーで編みます。はい、グレー角、どこかの角からいきますね。ここにします。はい、糸を引き出してきて1回引き締めます。立ち上がり鎖3目かけて長編みを3目編みます。立ち上がりは長編み1目と数えるので、最初だけ長編みが2回と立ち上がりの鎖3目になります。そしたらここは角なので鎖3目、そしてまた同じこのね角の穴にはいつも長編み3目、鎖3目、長編み3目、角には必ずこういう形ができます。で次この長編み3目の上には鎖1目で、またここ角が来たのでここで同じ長編みを3目編みます。鎖3つ、また同じ場所に角なので長編みを3回編みます。はい、次また鎖1目で、また次角です。長編み3目、1、2、3、長編み3目、1、2、3、長編み3目ですね。はい、また鎖1目かけて、また角なので1,2,3 個編んで鎖が3つ、またここに来て2,3 鎖1、そしたら最初の立ち上がりの鎖1,2,3 目目、ここです。ここに入れて引き抜きます。これ2段目終わりです。で糸処理できるぐらい10センチぐらい残してカットして、一度輪にくぐらせておきます。でこれ2段目です。次3段目、このねブルーグレーでいきます。また角からやっていきます。1,2,3、このね鎖の縁によって、はい、またここ角なので角のスタートはいつも立ち上がり鎖3目と長編み2つと鎖3つ編んで長編みを3回。はい、そしたら長編みが下にあるので鎖1個で、前段で鎖を編んだこの穴に長編みを3回編みます。はい、次長編み3目の上なので鎖1個、そしたら角に来ますね。また同じように長編みを3目編んで鎖3つ、長編み3目
鎖というように一周ぐるっとやっていきます。3段目が編めました。ならまた同じように白で角からスタートして一周編んでいきます。はい、これで4段編めました。でこちらの 1,2,3,4 段分のモチーフを私は18枚編みました。はい、そして肩の部分ですね、肩の部分は先ほどのこのブルーの段もう1段編みます。肩のとこはねちょっと紐が太くなる感じですね。でこれ、1,2,3 段まで編んだところでこのままブルーグレーのまま立ち上がりを3つ編んでもう一目ですね、ここは長編みの代わりの鎖3つと長編みの上なので鎖1つを足した鎖4つを編んで角に行きます。同じ色の場合はこのまま続けて編んでいきます。ぐるっと編んでここの穴まで編んできます。はい、一周編んできて最後のこの立ち上がりが始まった穴ですね、ここには3目の立ち上がり3目の長編み1個分があるのであと足りないのは長編み2つですね。だからここに長編みを2回編みます。で最初の鎖 1,2,3 目目に引き抜きます。でこんな感じでブルーグレーの糸で2段編んでこれは糸をカットして、次は同じように白で5段目を編みます。はい、で白で5段編んだ分は全部で10枚必要です。はい、そして1枚のサイズなんですけど、まず4段の方が約9センチ、8.8センチぐらいで、5段編んだ方が約10センチの正方形になります。はい、そしてですね、つなぎ方なんですけど、つないだものがあるので、はい、こんな感じに。まずね、4段編んだ方は横に1,2,3,4,5,6,7,8,9ですね、横に9を2段18枚ですね、それをつないでいます。1枚に長くつないでいます。で5段編んだ方は5枚ずつつなげます。肩の部分ですね、1,2,3,4,5枚、こっちも1,2,3,4,5枚、5枚ずつを2枚作ります。そしてつなげるとこなんですけど、1,2,3,4,5 中心が端から5枚目のところになります。5段あるモチーフの端を内側に揃えて、でこっちは1段分ちょっと出ます。でぐるっと輪にして、こっちね、こっちが背中側です。背中側の端に合わせてこっちをまつっていって、1段分こっちに出る。反対側も同じです。でこう来てですね、でちょっと縁編みを考えているので、縁編みをすべてしたら最後ここに背中のね紐としてこう合わせて縛る形でグラニービステを作りたいと思っています。まずなのでモチーフを完成させることから始めた方がいいと思うので、でまずこの糸処理をすべてします。裏でね上手に糸処理をして、ですね、まつり方なんですけど、同じ一番外周の同じ色で白でまつります。閉じるっていうのかな、もうこれもそれぞれあると思うので、まあ私のやり方っていうことで、
紹介しますね。まず角の鎖3つあると思うんですけど、その真ん中に鎖がこう輪にあるんですけど、裏側から半目を拾って糸処理できる分少し残します。そして反対側ね、こっちも角の鎖3目の内側を拾います。で、最初だけね、同じ場所にもう一度私は抜けないように入れます。そしたらすべてこう鎖をね突き合わせて、見にくいかな、ここ私も老眼で見にくいんだけど、あんまりキュンキュンに締めないでふんわりこうね、隣同士の目を、内側同士をこうすくって拾っていきます。こんな感じで、ここが最後ですね。鎖の真ん中の目です。シュッと通してこう開くと、こんな感じのつなぎ目になります。こんな感じでね、ずっとつなげていきます。で、2枚目も、これどこ行っちゃった？こうなった時に、これ、ね、段が変わる時、これもこことこことこの中心とこの中心でつないでいってください。こことここの中心ね、この辺でかがってください。それでこんな感じでつないでいきます。まあ糸処理もね大変なんですけど、まあね、韓国ドラマや好きな音楽など聞いてぼちぼちとやると苦にならないと思うので、とりあえず、グラニースクエアを編むこととつなげることですね。あと糸処理をして、次回は縁編みをやっていきたいと思います。はい、糸処理頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。